マーク・ラッセル・ベニオフは、アメリカ合衆国のインターネット企業家である。企業向けクラウドサービス企業である、セールスフォース・ドット・コムの創業者であり、会長兼 CEO である。2020年6月現在、セールスフォース社の株式の3.36%を保有しており、時価総額は48億ドルである。2020年5月時点での純資産額は71億ドルで、ある。 ベニオフはサンフランシスコベイエリアのユダヤ人の家庭で育った。園籍に小ランナーでテレビプロデューサーのデイビッド・ベニオフがいる。1982年にバーリンガム高校を卒業した。1986年に南カリフォルニア大学で経営学の学士号を取得した。高校在学中、ベニオフは最初のアプリケーションハウツー・ジャグルを制作して75ドルで、 販売した。15歳でリバーティソフトウェアを設立し、フラッパーなどのあたり8ビットコンピュータ向けのゲームを制作、販売した。ベニオフが制作したキング・アーサーズ・エア、ザ・ナイト・メア、エスケープ・フロム・バルカン、S ・アイル、クリプト・オブ・ザ・アンデッドが、EPIX 社から発売され、ベニオフは16歳までに月1500ドルの印税を稼ぐようになり、 それで大学進学のための費用を十分に賄うことができた。大学在学中、ベニオフは Apple コンピューターの当時スティーブ・ジョブズが率いていたマッキントッシュ部門でアセンブリー言語プログラマとしてインターンシップを経験した。大学卒業後もプログラミングの仕事を続けるつもりだったが、大学の教授から顧客志向の仕事の経験を積むように進められ、 オラクルにカスタマーサービスの仕事で入社した。その後13年間オラクルに在籍し、営業、マーケティング、製品開発など様々な仕事をした。23歳でオラクルのルーキー・オブ・ザ・ヤーに選ばれ、3年後には同社の史上最年少でバイスプレジデントに昇格した。会社を立ち上げる前、ヒンドゥー教のグルであるマーター・アムリター・ナンダ・マイーや政治家のコリン・パウエルに会い、 彼にとって重要なメンターとなった。ベニオフは1999年3月にサンフランシスコのアパートを借りてセールスフォースドットコムを設立した。彼は会社のミッションをソフトウェアの終焉という言葉で定義した。ベニオフは従来の企業向けソフトウェアの代替となるモデルであるサスの普及に長い間努めてきた。彼はプラットフォームアズ、 a サービスという言葉の生みの親であり、顧客が同社のアーキテクチャ上やセールスフォースのクラウド上に独自のアプリケーションを構築できるようにすることでセールスフォースの業務の範囲を広げてきた。2018年9月16日、彼と妻のリンはタイムジを1億9000万ドルで買収した。2013年の世界経済フォーラムに参加中のベニオフ2009年ベニオフは 2000年に設立された慈善団体、s a l e s f o r c e ト o m 財団の会長であり、企業が1%の株式、1%の従業員の労働時間、1%の製品を地域社会に還元する1から1から1モデルを構築した。ベニオフと妻のリンは、ホーブス氏のアメリカの寄贈者上位50で2015年に、クロニクル・オブ・フィランソロピー氏のフィランソロピー50で、 2010年、2014年、2015年にトップフィランソロピストとして評価されている。2010年6月には、ユーシアセフ小児病院への1億ドルの寄付を発表した。2014年、ベニオフ夫妻はさらに1億ドルをユーシアセフ小児病院とオークランド小児病院に寄付した。2015年4月、京都大学 IPS 細胞研究所の基金に、 ミキタ博ヒロシと共に、それぞれ2億5000万円を寄付した。2019年11月、マーク・ベニオフは、チームツリーズに90万ドルを寄付した。ベニオフは、ビジネスは世界を変えるための最大のプラットフォームで、あると述べている。彼は、世界経済フォーラム創設者のクラウス・シュワブが、提唱する、リーダーシップに対する、ステークホルダーアプローチを支持している。これは、リーダーは、 株主だけでなく、顧客、従業員、パートナー、地域社会、環境を含むすべてのステーカーホルダーに奉仕し、世界をより良い場所にするべきであるというものである。2015年3月、インディアナ州で、企業と個人が宗教的信条に基づいて、LGBT 個人へのサービスを拒否できるように、するという、宗教的自由回復法案が可決されたことを受けて、ベニオフは、 セールスフォースがインディアナ州でのすべての従業員向けプログラムと旅行を中止すると発表した。セールスフォースは2013年にクサド・ターゴットを買収した後、同州最大のハイテク企業となっており、ベニオフはこの法案に反対するビジネスリーダーとしての世界的な取り組みを主導した。最終的にはインディアナ州議会が LGBT の顧客、テナント、従業員の保護を含む 法案の修正案を可決することにつながった。ベニオフは2016年2月、ジョージア州の表現の自由保護法案に反対する同様の動きを主導した。ベニオフは法案がそのまま可決された場合、セールスフォースはジョージア州への投資を削減し、年次カンファレンスを中止すると発表した。その1ヶ月後、州知事は法案に対し拒否権を行使した。 2015年4月、ベニオフは、同等の仕事に対して男女に平等に給与が支払われるようにするために、セールスフォースのすべての給与を見直すことを発表した。この給与査定の余波で、ベニオフは2016年1月、リリー・レドベッター厚生給与法の制定記念日を祝うために、バラク・オバマ大統領と行動を共にし、給与厚生法の可決を議会に呼びかけることを、 改めて表明した。2018年3月、ベニオフは、マーチフォーア・ワライブズに100万ドルを寄付することを発表した。その発表の中で、ベニオフは次のように書いている。すべての子供たちの安全に情熱を燃やす多くの人々の仲間入りをしたいと思い、私は、マーチフォーア・ワライブズに100万ドルを寄付します。私たち全員が力を合わせれば、 子供たちの健康と安全を最優先事項にすることができます。私たちと一緒に3月24日の更新に参加しましょう。2018年10月のガーディアンがのインタビューでベニオフはテクノロジー業界の他の経営者は自分のお金を貯め込んでいると批判しサンフランシスコベエリアのホームレスを支援することを拒否していると指摘した。 事業税を0.5%増税する保留中の法案に言及し、誰がサンフランシスコ市民であり、実際に私たちの地域サービスをサポートしたいと思っているのかを明らかにする決定的な瞬間だと思うと述べている。ベニオフは2016年の大統領選挙でヒラリー・クリントンを支持した。GD ネットが2017年に発表した大統領に立候補するのを見てみたい。 CEO21 人にベニオフが含まれている。リンキリリッチと結婚し、子供を二人設けた。一家はカリフォルニア州サンフランシスコに住んでいる。ツイッター。ありがとうございます。